水銀、コバルト、カドミウム。どうも、ギュアチンです。7月も終わろうとしていますね。今月の動画投稿回数は3回、うちフィギュア紹介は0回。大変申し訳。その中今回は1ヶ月以上ぶりのフィギュア紹介なんですけど、景気よくこいつからスタートしたいと思います。それはこちら、デフォリアルシリーズからヘドガ1971少年リック限定版。はい、ということで新居一発目のフィギュアはデフォリアルシリーズのヘドラに決めました。まあ僕が今一番推していると言っても過言ではないデフォリアルシリーズ、早速見ていきましょう。いや、1ヶ月ぶりで緊張すんな。はい、ヘドラ。はい、こちらですね、1971年に公開されたゴジラ対ヘドラに出てきたヘドラで、宇宙から隕石としてやってきたとされる鉱物起源の生命体が地球上の汚染物質と結合して誕生した怪獣です。最初はオタマジャクシのような小さい姿だったんですけど、汚染物質を吸収してどんどん大きくなって、最終的にはゴジラを上回る巨体となって、ゴジラをかなり苦しめた歴代最強の怪獣です。素材は PVC でかなり軽くて、高さは14センチほどになります。今までのデフォリアルシリーズと比較しても大体同じぐらいの大きさですね。モンスターズのゴジラと比較するとこんな感じ。意外とボリュームあるんだよね。ちなみに価格は6480円と若干高いかな。はい、ということでデフォリアルシリーズ初のゴジラ的怪獣、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、見ていきましょう。はい、まずこの顔、そしてこの目ですね。このダークなボディとは正反対のような明るく、そして大きく目立った瞳。ただよく見るとぼやっとしていて不気味。中に彩色が施されていて、その上にクリアパーツが被せられてますね。で、表面がこっちはザラザラしてるんだけど、こちらの左目の方はツルツルしてるんですよね。これって仕様なのかな？この下部分がちょっと暗くなってたりとかね。大味なようで緻密。この目がこう縦向けについているって、改めて秀逸というか新しいなって思います。1971年だけど縦につけただけでここまで不気味になるのかと。普通はねこうですよね。で、この黄色いブツブツがあるところがまぶたに当たるのかな。あ、こうやって見ると綺麗な二重まぶただね。ミニラっぽい。ここから光線をバーッと出すわけですよ。この辺のボコボコ、そしてこの彩色ね、のっぴりしてないし、シンプルだけど複雑な造形って感じだね。そして頭なんだけど、ここがいいんだよね。上から見るとこのひびね。ここからね、なんか赤いものがにょって出るんだよね。劇中で。確か。そのシーンが非常にね、印象的。怖かったもん。で、ここからね、光線をバーッと出すわけなんですけど、ぬっとなんかね、まるであれのように。ヘドラは全体的には暗いんだけど、ここの頭部はね、黄色とか赤があって、非常になんかおしゃれというかね、これがあることによってなんかちょっとギュッと締まりますよね。前から見てもこの頭部の黄色と赤がアクセントになっていて非常にいいです。横から見た時のこの幽霊感というかね、このいびつな感じ、なんか日本の昔の幽霊映画とかに出てきそうな、そんなフォルムですわ。そして顔からのボディというか、もうね、下半身に続いていくわけなんだけど、いやー、やっぱり圧巻だな、この造形。このヘドラの鼻に当たるような位置のこの管が非常に好きなんですよね。下までこう続いてるわけなんですけど。ね、なんかめっちゃ良くない？この曲線が非常に好きですね。ぶっとい管のようなものがたくさんありますね。この辺も単色ではなくて非常に細かいヘドラらしい彩色になってますね。個体差がありそうなので、いろいろ見てみたい気はします。ここに手を突っ込むとね、手が白骨化したりしますからね。もうそれほど体自体が武器になっているというね、恐ろしい敵ですわ。ちょっとわかりづらいですけど、左右のこれが手ですね。これでゴジラに向かってちょっとジェスチャーしたりとかね、ちょっと可愛かった印象があります。左右でしっかりと形も違うのもいいですね。素晴らしいな。ヘドロっていうのがうまく再現できてるわ。全体的にはね、ちょっと緑色っぽいんだけれども、この足に関しては、灰色ベースなんですよね。この辺の彩色の違いが非常に面白い。ちょっとわかりますか？微妙に足の彩色が違うの。これもよく見ると足のひらみたいになっていて、面白いね。この辺の表面のブツブツが光害感があって、非常に面白いですね。なんかデフォルメされてるけど、あんまりヘドラってデフォルメ感ないよね。もともとデフォルメされてるような、なんかちょっとね、コミカルなね、キャラクター的な造形だからかな。うわぁ、後ろのこれ。はぁ、改めてこの歪な感じもいいけど、ここね、ここ。頭部のこの緑色っぽい彩色からの、この派手なね、黄色と赤。やっぱこの色がかっこいいね、ヘドラは。ボコーンとここが発達しているところとか。内側に眠るこう汚染物質がこう、うごめいている感じというかね、それをこう、必死で抑制しているような、そんなボディっていうのが伺えるというかね、想像だけど。尻尾の造形が、たまらんな。この尻尾あたりも足と同じような、
グレーを基調にした彩色になってますね。そして裏側はこんな感じ。尻尾はね、彩色と造形がしっかりされてますが、足はね、こんな感じで平らですね。なんか本当にヘドロっぽいな。そしてこちら少年陸限定版なんですけど、通常版と何が違うかというと、こちら。まあこれは何かというと、じゃん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 、カポという感じで、なんと左目負傷バージョンを再現できるんですね。ちなみに通常版と値段は一緒なので、こっちの方が普通にお買い得です。あ、ちょちょちょ、このパーツは劇中の雰囲気をお楽しみいただくためのもので、固定はできません。なのですっぽりはまるわけじゃないんですよね。ただね、まあ、案外固定されてるなといった印象です。うん、真下にやっても、まあ、落ちないっちゃ落ちないですね。まあ、これはどういうことかというと、まあ、この辺だったっけな、左右のどちらか、その辺にゴジラがこう手を突っ込むんですよね。それによって目にブワーッとヘドロがこう満ち満ちていって、こう最終的に目が使えなくなったというわけです。まあゴジラに目を破壊されたって感じかな。なんか不自然な感じもそこまでしないね。まあ多少この辺ね、隙間は空いちゃったりしてるんだけど、あの説明通り雰囲気は十分味わえます。いや、いいやん、いいいいいい、これいいな。お、これで飾ろう。はい、というわけで今回はと、ここで終わるわけにはいきません。このヘドラと並べたい怪獣がいます。それがダーン、デフォリアルシリーズからゴジラ1971少年リック限定版。まあ、ヘドラのちょっと後に発売されたんですけど、こちらをね、開封して並べたいと思います。はい。ゴジラ1971。はい、こちらですね、ゴジラ対ヘドラに出てきたゴジラで、1968年の怪獣総進撃から対ガイガンまで使用された着ぐるみで、通称、総進撃ゴジ。そしてこれは富士裾野でのヘドラとの最終決戦をイメージしたバージョンになってます。素材は PVC でかなり軽くて、高さは約13センチになります。サイズは今までのデフォリアルシリーズと比較すると、若干小ぶりな印象かな。高さはほぼ同じなんだけどね。ちなみに価格は6912円と若干高め。ヘドラと比較するとこんな感じ。あー、やばいね。ちょっと後でね、これはじっくりと並べてみましょう。いや、まずこの顔。いや、いいっすね。僕は何度も言ってるんですけど、この総進撃ゴジの顔がめちゃくちゃ好きなんですよね。この主人公のような鋭い瞳ね。その瞳が、こちらは負傷して見えなくなっていると。これですね。いや、これはですね、ヘドラにこう管のようなものから、ヘドロかなをバッて出されて、ここに的中するわけですね。そして左目が使えなくなった状態というわけなんですよね。すごいな。本当にこう、ボコボコになってて、若干腫れていて、しかも彩色が違うの、わかりますかね。いや、素晴らしいな。うん、ヘドラと同じ状況だ。喧嘩したんだなってのがわかるね。で、先にゴジラが左目が使えなくなって、そのやり返しでヘドラの左目を潰したんですよね。ゴジラ活かしますよね。このゴジラ、目が非常に特徴的だから、この左目が潰れているっていうのは非常にインパクトありますよね。上から見ると、こんな感じですね。グレーを基調とした彩色なんだけど、黄土色のこうウェダリング塗装が施されてますね。この辺はね、本当にデフォリアルシリーズ、毎度ながらあっぱれなんだよね。かっこいい。あー、こっち左側はやっぱかっこいいな。まあ、地球のために戦ったっていう感じだからな。閉じた口から少し見えるこの歯と歯茎が非常にかっこいいね。くーってなんか怒りをちょっと感じるね。かっこいいな、やっぱこのゴジラ。やっぱこの時のヒーローのゴジラですからね。それが目にも出てるわ。そして、この手なんだけど、この左右に持っている、このソフトボールみたいな球。これどういうことかというと、終盤ね、ゴジラがヘドラにこう手を突っ込むんですよね。その中から取り出した二つの球なんですよね。これはね、眼球ではなく、なんかヘドラの核っぽいんですよね。ヘドラそのものみたいな感じですよ。まあ、それを取り出して、巨大電極板を利用して、これをね、まあ、粉々にするわけなんだけれども、ゴジラってあの時改めて頭いいなと思ったよ。詳しくは映画を見てください。この下部分は、茶色で、この上部分は白、そして緑色のような毛細血管にも見えるような彩色が施されていて、なんかすごい気持ち悪いんだよね。左右の手でしっかり抱えてるんだけど、これね、面白いのがこっち右手の彩色がね、ちょっとこの辺わかるかな、この汚し塗装が濃いんだよね。これはもしかしたら白骨化した右手を表現してんのかもしれないですよね。見てください、明らかに違うんですよね。左右で絶対そうだよね。まあ、一度さっきも言ったんですけど、ゴジラ右手でこう突っ込んだことによって、ここがね、白骨化するんですよ。それを微妙に再現してるんだとしたら、すごいね。この持ってるシーンではここ白骨化してはなかったんだけど、もしかしたらそういうなんか、粋な計らいかもしれないですね。そして、この胸のラインね。ここの縦線はいつ見てもいいですね。そして、足。はい。ちょっとちんまりしてて可愛いね。分割線とかもほとんど気にならないですね。はい。ドデーンと、しかし、ちんまりとした
足が可愛らしい。そして背中なんですけど、こう見ると分かるんだけど、口の裏、ここにこう分割線がありますね。ただそこまで気にならないかな。はい。そしてこの背びれなんだけど、ここはよりグレーに近いかな。銀にも見えるよね、この辺ね。はい。こんな感じの彩色になっておりますね。この辺は非常になんか渋い彩色になってるね。そして尻尾に続いていきますが、この尻尾がね、非常にこう、かっこよくうねっているんですよ。はい。こんな感じですね。うわぁ。この尻尾にしてもいいよね。このデフォリアルのバランスって。非常に細かいわ。裏側はこんな感じになってます。尻尾はね、相変わらず裏もしっかりとね、こんな感じで作られていますね。ただ、足のひらはこんな感じで平らになってます。もうこうやって並べてみても、本当に激闘ですね。お互いの力をこうね、振り絞った、そんな風に見える。まあ、この2体はね、何度か戦うんですね。相まみえるわけなんですよ。5度じゃないんですよね。3度ぐらい戦うのかな。その激闘の末、ゴジラが勝利するわけなんだけど、もうお互い顔がもうフルラウンド戦ったボクサーみたいになってんもんな。はい、というわけで今回はここまで。で、ここで終わらないんですよね。ドン！通常版も購入しておりました。はい、ゴジラ1971通常版。はい、これはなんで購入したかと言いますと、まあ、単純に好きっていうのもあるんですけど、やはり限定版との比較をね、ちょっとしたかったんですよね。あとこの単体でやっぱヘドラと並べたいっていうのも大きかった。こうやって並べると形は明らかに違うんだけど、それもさることながら彩色が全然違います。これが限定版で、通常版一言で言うと綺麗です。限定版はやっぱり激闘バージョンということで、ヘドロ攻撃を何度もされてるっていうことからなのか、やっぱり汚し塗装がかなり大きいんですよね。やっぱこれはヘドロを表してるのかなとも思います。左目もしっかりとありますね。鋭い瞳。ただもうちょっと鋭くても良いのかなと思ったりもするけど、ちょっと穏やかかな。そして大きく違うポイントがこの手の造形ですね。これはこうボールを持ってないので、こんな感じで構えてますね。ゴジラらしい構えになってます。これを見るとやっぱりわかるんだけど、右手の彩色普通ですよね。改めてこっちは白骨化した手を表してそうな感じするよね。あとは同じかな。まあ汚し塗装がちょっと少ないかなっていうので、他に違いはありません。ちなみに価格は6480円と500円ほど安いんですよね。まあこれは本当に好みかなと思います。お互い負傷せずにこんな感じで飾るのもまたいいんですよ。これもしたかったんだよね。贅沢ですけど、ちょっとね。いいね。やっぱ通常バージョンのゴジラこそゴジラっていう感じもするし、どの角度で飾ってもやっぱいいわ。やっぱデフォリアルシリーズ今までゴジラだけだったから、こう敵怪獣と並べられるこの贅沢さというかね、新鮮さ最高です。皆さんはどちらのゴジラが好きですか？でもやっぱりちょっと激闘の末勝ったこっちのゴジラが好きかな、僕は。はい、というわけで今回はデフォリアルシリーズのヘドラとゴジラ1971通常版と限定版をご紹介させていただきました。はい、今僕が一番推しているこのデフォリアルシリーズなんですけど、ドアゴジの発売も決定しますし、ギドラの発売も決定してます。そしてなんとデストロイヤの発売が決定したそうです。やばい。いやね、僕はこの動画でもね、ずっとねデストロイヤ発売してほしいって言ってたんですけど、まさかデスゴジより早く来るとは思わなかった。本当に半端ないね。そしてなんとラドンとモスラも監修中っぽいし、ゴジラ1955逆襲ゴジと初代アンギラスの発売もね決定したそうなんですよね。デフォリアルをここまで追いかけてて本当に良かったと思いました。一番最初のシンゴジラをね買っとけばよかったってね、本当に悔やんでます。あの時もね5000円とかだったんだよね。いやー、今ではね1万円超えになってますけど、なんかゴジラの映画も来年以降も続いていくという情報もありますので、ゴジラの未来も明るければデフォリアルの未来も明るいということで、これからも本当に応援しましょう。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。久しぶりのフィギュア紹介でちょっと慣れなかったんですけど、徐々にね感を取り戻していければなと思います。それではまた、バイバイ。あー、久しぶりで撮影疲れたなあ。